ず練習はしてみたけど、なんかいまいちだな。今夜の相手が相手だしな。私より先に来るなんて、よっぽど暇なのかしら。そんなことはないよ。コースの確認は大事だからね。ってことは一周してきたってことよね。やっぱり何か考えがあるんじゃないの？さあどうかな。それぐらいはオーラでわかるんじゃないの？まあいいわ。今に見ていなさい。秒数こそが勝因になるってことを証明してあげるんだから、さっさと始めましょう。そうだね。今夜は関東同士ですか？これが最後になる可能性がものすごく高いけどね。ところでさ。はい。なんで猫耳なの？気分転換ですよ。あれ？パパラッチの趣味ってそれなの？ははは、パパラッチとは何のことですかね。おいひな、パパラッチって言うんじゃないよ。おう、旗手さん、私のためを思って、そいつはただの取り鉄からスティング野郎だ。全然助ける気ないですよね。何があってそうなったんだろう。とりあえず、自分の走りに集中しよう。20号の気持ちを考えながら。それではカウント始めますよ。5秒前。4、3、2、1、ゴー！予想通り、私が先行した。人事が入れ替わるのは、無断後半戦。それまでじっくり拝ませてもらうわよ。あれは201系か。伝わってくる。最後の気配に怖くなりそうだけど、これがバトルの一つだよね。そろそろ抜いてやらないとな。いつまでも先頭に立たせるわけにはいかないからね。4人を超えていると痛い目見るわよ。後半セクション、ここからが本番ってところね。どうするのかな。間違いなく近づけている。やっぱりこの世は秒数で決まるようね。稲は8秒に対し、私の1233回は4秒。設置4倍の速さで復帰できるのよ。このバトル、逃したわ。これこそが勝利をつかみ取れる確率が上がった証拠。格の違いを思い知るのはここからよ。このままハイテンションの限界走りかまして、追いつけないほど距離を離してやるんだから。なかなかやるじゃないの。でも私の新しい技で混乱させてあげるんだから。もうひなに勝ち目はない。あとはこのままのペースでゴールするだけ。あれ、いない。どこに消えた。あ、やっぱ通用した感じ。あ、これはブラインドアタックか。そうだとしたら、
し、負けた。私が負けた？いや、うまく引っかかってくれて安心したよ。もうヒヤヒヤしたよ。あ、そうだ。最後のブラインドアタック、どうしてあの場所で使ったんだ？私は最初から仕掛けようとしていたんだよ。確かにそっちは私より編成要数は少ないけど、それを利用させてもらったってわけ。あとは引っかかってくれるかなって思って。あ、軽い気持ちでやられたのか。はぁ、あ、参ったよ。素直に認めてやる。私の負けをな。こっちも最後に勝てて満足だよ。あれ、今なんて言った？何も。ほら、早く帰ろ。そうだな。